青にプロダクション。はいどうも、菅野美選手です。おはこんばんちは、三浦ひろきです。すごい、やられちゃうんだ。いやーそうだよ、おはこんばんちは。よー知ってるね、さすがだね。ツン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 うっこじゃねえよちょっとツンツンできない距離ですけど ね、はいはいはい、今ね時期的に ね、はい、青にしゃべりっていうでしょ。青にしゃべりですね、うん、青にしゃべりってことで、最初はアジと、うん、荒井の良平、うん、フレッシュな2人が、そうで次が野口さんと、下地かの2人、下地さんの2人がやって、ね、男の子女の子が来 来てフレッシュ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 と来てなぜなんでか我々っていうね、もうだいぶなんか匂い始めてる僕らが。いやそうでしょう、軽く腐りかけなのなことはないですけど ね、そうそうそう。いやそうですよ、だって僕まだあれですもん、青鬼の期待の新人って言ってますもん、いろんなところで。もう挨拶する時20数年ずっと期待されてるんだ。そう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 、で目が出ず、そうそう期待が伴ってないだけであって伴ってない、だってね石川の秀さんが、うんね、あの先輩の石川秀さんが、ね、うん、あのつい何年か前までに、うん、え俺まだまだ新人だねって言ってたからだから僕らも新人でいいわけですよ。そっか、もう30周年ぐらいになられるド新人ってことだね、秀さんもね。そ そうだからちょっとフレッシュ感出して今日行きましょう、うんうん、全然フレッシュ感ないけどね青にしゃべり。さあということでね、あのぐだぐだ喋っててもあれなんで、うん、なんかタイトルをね決めなきゃいけないそうなんですけども、はい、サブタイトル、サブタイトル、なんかね、青鬼しゃべりっていうタイトルはあるんで、うん、僕らはその後に続く何がいいですか。俺でもさ、ツイッターでさ、うん、なんかこの企画をねつぶやいた時に、なんかもうガムで例えてたでしょ俺らのこと。あ、僕があなたが髪なんだっけ、髪倒した髪倒したガムみたいな、わかると思って二十数年間ずっと俺らはいろんな人に噛まれ続けて、噛まれ続けて、ね、味も素っ気もなくなって、ただただ硬くなったガムっぽいなと思ったから、うん、噛み倒されたガムでいいんじゃないの。菅沼選手と、三浦弘明、青にしゃべり、噛み倒されたガム、うん、まあいっか、いいんじゃないかな。じゃあしますか、タイトルコールを言ってから、うん、行こうか。はい、じゃあ行きますよ。菅沼選手と三浦弘明の青にしゃべり、噛み倒されたガムということでね、うん、このラジオはですね、はい、今までスタッフさんから出されたテーマに沿ってですね、うんうん、2人でトークしていくという形だったんですけど、今回からはね、なんとパワーアップして、はい、ね、うん、なんと僕ら2人が出るということで、うん、青鬼のね、公式ツイッターのアカウントで皆様にね、僕たちに対する質問を募集いたしました。そう、そこでたくさん来たんですよね。そう、びっくりするぐらいたくさん来て、本当にありがとうございます、ね、ありがとうございます。ぜひとも皆さんね、何回かに分けて放送すると思いますんでね、うん、全部見てください。よろしくお願いします。早速行っちゃいましょうかね。じゃあ行きますね。記念すべき第1質問です。これちなみにネームとかはないんだね。誰々さんっていうのはちょっとね、だから私だと思ってもらえたら嬉しいね。はい、そうですね、はい、では行きますよ。ありがとうございます。お互いの第一印象と今の印象、かっこここは変わったなというところを教えてください。だから二十数年前だよね。だからスガポンが18の時に僕は初めて会ってる時の話にね、うん、そのいわゆる塾の頃でいいんだよね、うんうん、やっぱねスガポンは、うん、第一印象で A と B クラスで分かれてんだから、うん、私 A クラス、あなた B クラスで、どこで見たの俺一番最初に。あれでしょ、その A クラスが先に授業をしていて、うん、僕ら B クラスで、午前中と午後の授業がある時に入れ替わるんですよね、うんうん、でその時のじゃないかな。そこでもう認識してくれてたの。まあもちろんもちろん、ね、早いね。いやなんかこういうのもなんだけど、うん、やっぱり塾生の頃から、あこの子なんかちょっと可愛いなとかかっこいいなとかって目立つ、そういう風に見てくれてる。そう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 。でスガポン割とやっぱね可愛い系で有名だったんですよ。可愛い系で有名だったんだね、うん、まあ、メガネもかけてませんでしたかね当時はね、うん、そうそう、でそんなに習慣もしてなかったね。 あれがよくなんか噂に、うん、噂もあったの。そうそう、な女の子たちが噂するから、うん、すごいね。え、そういうのなかった？ないないない、俺のところまで来てないよその噂は。でスガポン、うん、あの子がスガポンなんだと思った時は、うん、やっぱ普通に可愛い子だなと思って、うん、少しおとなしい感じではあったと、うん、でも A の中では元気な方だったよね。
じゃあ相当 A クラスって元気ないじゃん。いや、じゃあ A クラスってさ、真面目だったじゃん。真面目だった、ね、そうそう、ね、A クラス真面目で、僕にと B クラスどっちかっていうとね、変な人が多いみたいなクラス。それは歴代の青二塾のカラーってそうだったって言われてるよね。っていう言われてて、 A クラスは真面目で B クラスはちょっとこうね、そうそう、道外れた人たち。もうやめろ。アウトローのね。アウトロー、まあ、まあ、ね、アウトローと。多分石川秀さんも B クラスだったんだろうね。大輔さんも B クラスだったんだろうね。でも大輔さんは A クラスっぽいような気がしなくもないけど、ね、いや B だよ。B かな。B ですよあの人は。うん、そうそうそう。道外れてるから。神谷さんは？神谷さん A かな。A かな。神谷さんは A かな。野地さんは B だな。野地さん B だな。これ本当違ってたらすいません。先輩たち本当違ってたらすいません。いきなりひどいね。そうそうね、そういう感じだ。だからまあ可愛いなって思ってた。ありがとうございます。今は。うん、もうね、でもこれ今はっていうかもうだんだん年々となんだけど、スカポンって実はすごい男気があって、うん、男気が、男気じゃんけんがあって、そうそう、男気じゃんけん、もうすぐにね、うん、あのじゃんけん、すぐお金出したがるからね、何かあると俺に任せろ的なところがちょいちょい出るし、うん、あと多分だけど、うん、一緒に暮らしたことはないけど、一緒に暮らしたことなかったっけ？何だろう。先日は朝夜の気がするけど、こんだけいろんな、ね、20年間一緒にいろんなことやってきて、一緒に寝たことあるでしょ、でも。は？雑魚寝とかで。あるかい？あるでしょ。記憶にない。いや、あるよ。記憶にない。え、俺なんだろう、何かされて記憶なくしてんのかな、あるあるそれとも。俺記憶あるもん。あの、二人でじゃない、俺、いっぱいの中で、うん、なんか一緒に寝てたよ。とある方の B クラスの卒業した後に、よく家に遊びに行って、僕とか立花とか。で、そこで、夜な夜なみんなで遊んでゲームしてっていうので、そこで雑魚寝でみんなで寝てさ、朝ぐらいに帰るみたいな。で、なんで寝た話になったの？あ、ごめん。話聞いてた側なのにね。あ、で、変わって。そう。でも、スガパートは、なんだ、意外に、亭主関白というか、印象悪くなっちゃうよ、そんな亭主関白。亭主関白じゃ悪いわけじゃないよ。うん、その、なんか、結構、その、リードしてくれる感じはする。うん、大人になったら。するかな、また、男女のとかとは変わってきちゃうよね。そっか。ありがとう。なんか、おおむね褒めてくれてた。おおむね。いや、僕ね、そう、あんまりね、うん、スカポンのことね、ポジティブなイメージしかほぼないの。ほんとかい、うん。うん。ネガティブなイメージしない。まあね、じゃあ、今度、じゃあ、僕代わりに、ね、今度順番で僕の、もちろん、もちろん。印象ね、三浦さんのね。うん、青二条が吉祥寺に当時あったんですけど、うんうん、その、駅のね、高架下、ラーメン屋が、ブーブカってラーメン屋が、今もあんのかな、なんかまああったんだけど、 あのあたり、油そばだっけ、油そばの あのあたりでギターを背負ってね、うん、歩いてる V6 の岡田くんに似てる人が B クラスにいるっていう、これは噂になってんの。聞きました。昔はイケメンだって言ってくれてますよ。そう、ギターの授業ないんですよ、うち。でもなぜかギターを背負って、そうなんか来る、背負ってた。で、それをね、多分入れ違いなのかなんか分かんないけど、ある日ね、見かけて、吉祥寺の高架下で、あの人だと思って、かっこいいっていうのが一番第一印象。ギターを弾いているらしいって、うん、授業の休憩中に、そう、みんなで、絶対嘘。なんか砂吹きみたいな人がいるって。僕はたまたま、高校時代の友達が一緒に東京出てきてて、うん、でその子がギターもともと弾けてて、うん、で習ってたの。あ、その人に習ってたから背負ってたんだ。そうその人はゲームを作るって、うん、プログラムの勉強をするために東京に出てきた、うん、で僕は声優になるって言ったでしょ、うん、でその人はじゃあ俺が将来俺が作ったゲームに出てねって言ってくれて、うん、いいよって言って、うん、この間ね、うん、それがなった。すごい。そうそう、とあるゲーム会社の取締役の一人になってて、なってて、実際に直接オファー来て出られる。じゃあもう二十数年越しで夢を、お互いの夢を叶えたという。うん、そう。これも全カットで。やめろ！いや、それはいい話だね。もし発表されたら言いますよ。うん、実は、うん、その作品ってこれだったんですよ、ね。いや、いい話を引き出せたな。で、今だよね、うん、今はね、なんかギター持ってないなっていう印象。なんでギターないんだろうなって。薄いな。青にしゃべり。じゃあ続いてです。はい、正郎さん、スガポン、こんにちは。こんにちは。このご時世、なかなか出かけたりできず自粛の日が続いているかと思うのですが、
自粛きっかけで新たに始めたことがあれば教えていただきたいです。あ、でも三浦さんはあれでしょ、ウォーキングじゃない、完全に。そうそうそう、相当な距離歩いてるよね。歩いてる歩いてる、だって最近早くてまた4時ぐらいに起きて、ね、5時から歩き始めて、うん、家帰ってくるの10時ぐらいの時だすごい、5時間行って帰ってきて5時間、ね、そうそう、割となんかいろんなところまで行って、ね、神社とか、そうそう、神社とかお寺とか、うん、あと教会とか。あ、そういえば野地さんがさ、全然話変わるけどさ、うん、はいはい、なんか神社検定受けるとか言って、あ、今ね番組でやられてて、知り合いの、ね、方がね、そうそう、野地、同期の野島県、そうそう、だから僕も来年受けるのもいいななんて思うぐらい神社回ってて、回ってんだ。最近ね、もう一つハマってんのが、教えて、神社とかお寺にね、あのね、富士塚ってあるの。富士塚、うん、なんか富士山信仰って言って、うん、あの富士山から石を持ってきて、うん、神社とかのね、あの、うん、敷地内とかにこう富士山みたいなものを作って、うん、で1月の1日とか7月の何日とかっていう、うん、その限定だけでこう開いて登れたりするようにするんだ。あ、なるほどね。うん、まあ、それで浅間神社があって、うん、お参りすると富士山に登ったことと同じことにやる御利益があるみたいなやつ。今の時期でも登れるところとかもあるから登ったりして、うんうん、あ、すごいね、それは面白い、うん、近くにあっても気づいてなかったってことだよね。そうそう、あのね、新宿にすごいでかいのあって、あるんだ。あとね、品川にもね、都内最大級のがあるっていうから、うん、今度行って歩いて行ってみようかなみたいな感じ、うん、いや、すごいね、健康。でも今最近はね、ヒロさん健康的なのはよくね知ってますけど、てかこれはこの話の後はもう何もできないよこんな素晴らしい、素晴らしくはないでしょ。僕はもう本当にね、ずっとこもっちゃってるから、うん、何でも結構電子で買うようになっちゃって、うんうん、音楽ももともと CD で買いたい派だったのよ、うん、で漫画もやっぱりその持ってたい派だったから単行本で、うん、でもどんどんこのね1年数ヶ月でその仕事以外は家にいようっていう心がけもあるからか、あんまり外出なくなった代わりにすごくね電子で買うようになって、うん、あの少年ジャンプを私さ、もうさ30数年買い続けて、買い続けてたよね。このコロナ禍でね電子に変えましたよ。そうなんだ、うん、タブスクはさ12時になったら要は日曜日の深夜に読めるんですよ。まあね、うん、ワクワクしながらあのジャンプを読めるという利点があるけど、でもやっぱあの重さでさ、ジャンプってこう、わかるね、わかる。青にしゃべり、お二人は YouTube はご覧になるのでしょうか。最近は事務所や声優さん個人の YouTube 活動も多く見受けられますが、うん、そういったものはチェックしていますか。だって YouTube 見る、こちらも YouTube ですけど、 YouTube 見ますよ、もちろん、うん、心霊の見るでしょ。あー、見る見るでしょ、立花、うん、も好きなんだよ心霊は。でも心霊 YouTuber、あのね、心霊 YouTuber はね見なくて、心霊ものの漫画と、うん、心霊ものの、あの、そのいわゆる音声怪談話をしてくれ、うん、くださるのは割と見る、うん、ね、昔から好きだもんね、怖いのね。怖いの大好き。俺ってほらダメだからね。そうそうそう。あと猫の動画、犬の動画、あ、まあいいよね。あと大食い系あー、もうスカッとするからね、ゲーム、うん、声優さん系のは、声優さんのね、実は僕あんま見てなくて、見てないんだ。 YouTube ってさ、ほらお気に入りがまず立ち上げ、 YouTube 立ち上げるとお気に入りで、でそれ消化していくと、はい、もう結構眠くなるのよね。そうね。ただまだ見れてない、うん、ただ多分これから見ると思うね、うん、これ特に立花とかもね、うん、タッチとかもやってるからさ、うん、私もね最近始めたんですよ。してるよ。菅君だっけ。そうそう、まあタイトルは言わなくていいですけど、うん、まあでもまあそうそう、だから僕も最近始めたぐらいね、やっぱりこうちょっとこう YouTube、まあ、見るのも楽しいですけど、やっぱなんかこう自分たちで本当にあの企業さんとかじゃなくて仲のいいメンバーで本当手作り感覚でやってるけど楽しいよすごく、うんうんうん、好きなね YouTube はね、まあ、ね、なんだろうな、よく見んのはね、心霊じゃないけど UFO 関係のやつ、うん、ああいうなんかあんまり素顔もんから UFO 好きなの。本当、でも UFO と心霊って同じ番組でやるじゃない。あの都市伝説とかでね、やってるんですよね。そう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 、都市伝説もすごく好きだから見てるんだけど、うんうん、心霊になるとチャンネル変えてる。あ、うん、心霊怖いからね。俺だって知ってるでしょ、お化け屋敷。そうなんですよ、お化け屋敷一緒に行ったことある。それこそあの熟成ぐらいの時だっけ。もうちょっと、いや卒業してちょっとか。いや、ちょ、これねひどい話ですよあの当時の、ね、マネージャーさんがね、うん、面白がって、お前それもお前怖いの嫌いなんだろうと、嫌いですよつって、じゃあ行くぞつって連れてかれて、
当時三浦君と僕とあれだよ、福山潤だよ、ね、いたっけ ね気に入ってもらってて、うん、それでなんかよく飯もね連れてってもらって、 それでお化け屋敷行って、もう中入っちゃったから、中入っちゃったら出るしかないでしょ、出口に行くしかないから、もうだからそれは腹をくくって、でも中入っちゃったから出るしかないと思ったから、耳塞いで待って YouTube でさ、やりなさいよ企画で、あのあれ持って富士急の戦慄迷宮行ってきなさいよ。戦慄迷宮だけはお断りなんですよ。で、ね、あんた行きました？青鬼塾卒業旅行はあそこ富士急だったね。富士急だったね。僕らの時行った時、3つだけアトラクション入っていいっていう確か話だったんだけど、うんうん、僕は3つとも富士山乗った。富士山が好きなんだね。トリプル富士山にした。ね、うん、だってさっきも富士山の話してるから相当好きだね富士山。俺の富士山が。ね、いや僕はもう本当に断りましたよ、あの戦慄迷宮は。立花君とか仲いいメンバーは何回も言ってたよ。戦慄迷宮だけ？戦慄迷宮、あなた藤山しか行けない人が言えないけど、いや何かも言ったと思うけど、戦慄は行ったんだ。行ってた、寺面白いって言ってましたけど、私はもうだからそういうのは一切やらないから。戦慄迷宮行ってください、この自分の YouTube で。まあだからこうフワちゃんみたいに持ってやりますよ、うん、で菅子はなんか生産の YouTube チェックしてんの？ユーキャンと杉田のやつは。ああ、うん、なるほどね。そう、仲いいし面白い。面白い。あ、そうか、うん、言わなくてもいいのか。そうそう、面白いんでね。ね、うん、ぜひ見てください。はい。